この動画では、頸動脈狭窄症の画像診断のうち、プラークイメージングについてお話ししていきます。以前、頸動脈狭窄症の病態についてお話ししましたが、頸動脈に動脈硬化が起き、狭窄が起こることによって、脳梗塞や一過性脳虚血発作を起こしてしまうのが頸動脈狭窄症です。頸動脈に動脈硬化が起こると、プラークができてしまいますが、脳梗塞を起こすような危ないプラークなのか、それとも脳梗塞を起こさないような安定したプラークなのかを分析するのがプラークイメージングです。この動画の目標としては、プラークの病態病理について知ること、プラークイメージングの画像所見について知ること、画像からプラークのリスクを評価できるようになることを目標にお話ししていきたいと思います。このプラークイメージングは、我々放射線技師が提供する放射線画像が非常に活躍する分野であり、この動画をもとにしっかりと知識を深めていってもらえたらと思います。キーワードについては、これらのキーワードについてお話していますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。こちら、前回の動画で紹介した症例ですけれども、拡散強調画像で境界領域拘束があり、MR アンギオグラフィーでこちらの部分の信号が低下。頸部の MR アンギオグラフィーを取ると、この部分に狭窄があった症例ですけれども、前回の動画に関しては病態中心にお話ししており、今回の動画につながる基本的な話をしていますので、必ずその動画を見てからこちらの動画に来ていただけたらと思います。今回の動画では、この高度狭窄部分にどのようなことが起きているのかについて詳しく見ていきたいと思います。プラークイメージングについて見ていく前に、プラークの基礎知識として動脈の解剖について見ていきたいと思います。脳の動脈に関しては、内膜、中膜、外膜の3層構造となっており、内膜は血管内皮細胞、中膜は平滑筋層、外膜は繊維性外膜から構成されています。この内膜と中膜を合わせた部分を、インティマ・ミディア・コンプレックス、インティマは内膜、ミディアは中膜ということで、その2つの複合体ということで、内中膜複合体、IMC といい、この部分を超音波で計測していきます。その分厚さを、インティマ・ミディア・シックネス、内中膜圧と言います。プラークに関しては、この内膜の部分が飛行する病態ですけれども、それによって、この内中膜圧が分厚くなり、そちらを計測するというのが超音波での計測となります。プラークに関しては、コレステロールなどの塊による内膜の非構成病変とされています。高血圧などによって内膜を構成する内皮細胞が障害されてしまうと、その隙間から LDL コレステロールが侵入してきます。そうすると、泡沫細胞と呼ばれる細胞に LDL コレステロールが取り込まれ、慢性の炎症が起き、中膜を構成する平滑筋の増殖などの反応が起こります。そうすることによって、内中膜圧 IMT が飛行していくというのが、動脈硬化のメカニズムです。それによってこの部分が飛行することが原因で血管の狭窄が起きます。頸動脈の狭窄の評価にはノースアメリカンシンプトマティックカルチッドエンダーテレクトミートライアル NASHETと呼ばれる方法がよく用いられます。こちらの図で狭窄の部分の KOB、それよりも遠側にある内頸動脈の KOA としたときに NASHET 法による計測では A 分の A-B という式で表されます。狭窄部分が非常に狭い、つまり B の値が小さい時には、引き算されたこの分子の値は大きくなりますので、狭窄率が大きい値で算出されるという式になっています。狭窄度に関しては、30から 49% が軽度、50から 69% が中等度、70% 以上が高度と評価されます。なお、こちらの C にあたる、推定した頸動脈の K を C としたときに C 分の C-B で評価する ECST と呼ばれる方法を用いる場合もあります。今回の症例では左の内頸動脈がNASHET法で 89%、右の内頸動脈が 52% と評価されました。当然こちらの方が重症度が高いわけであって、左の内頸動脈の方が脳梗塞のリスクが高いということになります。しかし、狭窄率だけで脳梗塞のリスクが評価可能かと言われるとまた別の話になります。一般的には狭窄の程度が治療法を決定するためのパラメーターと考えられてきました。しかし、虚血性脳梗塞の大部分は心臓や頸動脈プラークからの血栓が脳の動脈を閉塞させるために起こります。よって考えればある意味当たり前ですけれども、内腔の狭窄による血流量の減少が原因ではない場合も多いです。実際に 30% 程度の軽度の狭窄、で、頸動脈プラークを有し、脳梗塞の原因が他に特定されていない患者さんにおいても、脳血管障害が起こり得ることが報告されています。よって、内腔の狭窄の程度は、
動脈硬化の進行の間接的な指標に過ぎず、プラークの構造と組成を直接評価することが将来の脳血管虚血イベントの発生を予測する鍵となります。よってプラークの正常を評価するプラークイメージングが重要という話につながっていきます。プラークの構成成分については、プラークは脂質コアと呼ばれる脂質に富んだ熟種、プラーク内出血、壊死繊維化炎症細胞浸潤、血栓、皮膜、繊維化などの成分から構成されています。動脈壁へのコレステロールエステルなどの脂質の沈着と繊維化が主な成分となります。こちらの図で言うと、繊維性の皮膜があり脂質コアを含むもの、繊維性の皮膜が破綻し血の塊ができたもの、プラークの中に新しい血管を作る血管新生が起こり、その血管が破綻することによってプラーク内に出血が起きたもの、石灰化成分を含むものなどがあります。プラークには安定プラークと不安定プラークの2種類があります。安定プラークは脳梗塞のリスクが低いプラークで、繊維性皮膜で分厚く覆われており、イメージ的な硬いプラークで、内部正常は繊維化、血質化、石灰化が主体のプラークとなっています。それに対して不安定プラークは脳梗塞のリスクが高いプラークで、脂質に富む中心壊死と薄い繊維性皮膜が特徴のプラークです。イメージ的には柔らかくて熟々のイメージ、皮膜が脆弱で熟種や比較的新鮮な血種を含むプラークとされています。皮膜が破綻してしまうと熟種や血種が血管内に流出し脳梗塞を起こしてしまいます。手術時にプラークを植地した時に柔らかな感触があるとされています。文献によっていろいろな呼称で呼ばれ、アンステイブルプラーク、バルネアブルプラーク、アットリスクプラーク、ソフトプラークなどと呼ばれています。頸動脈の狭窄があった際、プラークが安定プラークなのか不安定プラークなのか鑑別することが非常に重要で、プラークイメージングがその鑑別の意味で非常に重要な役割となっていきます。プラークを評価するモダリティには超音波、CT、MRI などがあり、今回の動画では超音波については割愛させていただき、 CT と MRI、 特に MRI について非常に詳しく解説していきます。CT に関してはこのような石灰化の評価に非常に優れ、 CT 値によってある程度正常を評価することができます。 MRI は組織コントラストや客観性再現性に優れ、不安定プラークの検出に有用なモダリティとなります。それでは画像診断でのプラークイメージングの評価ポイントについて見ていきたいと思います。画像診断では先述の通り不安定プラークを検出したいという目的がありますので、着目ポイントは2つあります。まず1つ目はプラークの構成成分を分析することです。脂質や出血を含むプラークというのは不安定ですので、それらを含むかどうかを評価していきます。そちらにはブラックブラッド法と呼ばれる方法で、血流を低信号にした T1 強調画像、 T2 強調画像で評価していきます。続いて2つ目が皮膜の評価となります。皮膜が薄く脆弱かどうか、薄い皮膜や破綻した皮膜に関してはリスクが高いですので、そちらを評価していきますけれども、こちらは 3D のタイムオブフライト法の MR アンギオグラフィーで評価していきます。この動画ではプラークイメージングの評価ポイントを、プラーク表面の形態、内部正常、繊維性皮膜、血管新生の4つに分けてそれぞれ詳しく説明していきたいと思います。プラークを見つけた場合には、まずはプラーク表面の形態について見ていきます。こちら CT アンギオグラフィーの症例が3つ並んでいますけれども、血流が高信号、周りのプラークが低信号となっています。表面を観察してみると、最初の症例は非常にこの血流の周りが滑らかですけれども、こちらの症例では少しだけこの部分が突出しているように見え、3つ目に関してはプラークの部分がこのように掘られているように見えます。このように平滑、スムース、不正、イレギュラー、海洋アルサレイティッドとプラークの表面の形態について分類することができます。一般的に平滑ほど安定したプラークで右側に行くほどリスクが上がり、不規則な表面形態は側線症の危険因子であり、 TIA や脳卒中のリスク増加と関連するというふうに報告されています。プラーク表面の形態のうち海洋形成に関してはリスクが高く非常に重要な所見です。プラーク表面の欠損像と定義され、血流とプラークの間には皮膜がありますけれども、その皮膜の破綻とプラーク内容物の流出を示唆する重要な所見です。脳梗塞や TIA との関連性が非常に高く、形態は横断像や長軸像を合わせて評価するということがおすすめです。海洋形成に関してはラベットさんによって4つのタイプに分類されています。タイプ1は内腔に垂直に突出している海洋。タイプ2はマッシュルーム用と表現されるような、ネックが非常に狭い
潰瘍、もしくはネックが全く見えないような潰瘍もタイプ2に分類します。タイプ3は奇異にネックがあり遠位に突出しているような潰瘍、タイプ4は遠位にネックがあり奇異に突出しているような潰瘍と4つのタイプに分類されています。このような4つのタイプをしっかりと観察し頭に入れることによって画像を見るセンスを養っていくことが大切だと思います。続いて内部正常の評価に移っていきたいと思います。まず症例から見ていきますが、73歳男性でタイムオブフライト法の MR アンギオグラフィーで右の内頚動脈支部に狭窄があります。ブラックブラッド法によるプラークイメージングを行ったところを、この部分の顎下線と比較して T1 強調画像で等信号からやや高信号、 T2 強調画像でおおよそ同じぐらいの等信号のプラークが見受けられます。こちらはリピットリッチネクローティックコアと呼ばれる構造物が疑われる症例でした。リピットリッチネクローティックコアについて説明します。リピットリッチ、つまり脂質が豊富で、ネクローティックコア、壊死物質を含むコアのようなイメージです。組織学的には細胞外の脂質、コレステロール結晶、壊死物質などによって構成されています。プラーク内出血を含まない場合には T1 強調画像で等信号からやや高信号、 T2 強調画像で低信号から等信号というふうに言われています。脂質コアに関しては3分の2は物理的に固体または半液体であるため T2 強調画像でそのような場合には低信号になります。体温等の条件によって液体になった場合には T2 強調画像で信号が上昇してきます。また血流であるバスキュラリティが乏しい構造であるので基本的には造影効果はありません。プラークイメージングではブラックブラッド法の T1 強調画像や T2 強調画像を用いてプラークが高信号、低信号などと評価していきますけれども、何を基準に高信号や低信号と評価すればよいのでしょうか。そのような信号比較の基準についてですけれども、信号強度の比較基準には頸動脈の近傍の強鎖乳突筋を用いる報告と、こちら顎下線が映っていますが顎下線や耳下線などの唾液線を用いる報告があります。それらを基準に信号強度比が 1.25 倍以上高信号、0.5 から1.25 を等信号、0.5 以下を低信号と評価していきます。強鎖乳突筋を用いるのと唾液線を用いるそれぞれメリットデメリットがあり、強鎖乳突筋は筋肉の信号ですので非常に安定した信号を得ることができますが、こちらの T2 強調画像を見てわかるように筋肉は非常に低信号となりますので、ほとんどのプラークが高信号と診断されてしまいます。よって本来であれば低信号の安定プラークだったのに、そちらを過大評価してしまうことによって安定プラークを不安定プラークとしてしまう偽陽性率が高まってしまうデメリットがあります。唾液線に関しては T2 強調画像でも元の信号が高信号ですので特異性が高いメリットがありますけれども、慢性唾液腺炎や加齢に伴う萎縮性変化があると信号が低下し偽陽性率が高まってしまうデメリットがあります。強鎖乳突筋を用いるのか唾液腺を用いるのかは院内の基準に従ったり、またこちらのメリットデメリットを加味した上で臨機応変に使い分けていただけたらと思います。強鎖乳突筋の画像解剖を骨が分かりやすい CT で見ていきたいと思います。こちら冠状段ですけれども、側頭骨の乳様突起がこの部分にあり、そちらに付着している筋肉があります。こちらが強鎖乳突筋です。ここからスライスを前にめくっていくと、強鎖乳突筋はこの部分から前に下がっていくので、このように下がっていき、最終的に鎖骨と胸骨の方向に向かっていることが確認できます。続いて横断像で確認していきます。ここに内頚動脈があり側頭骨の乳様突起がありますが、下に下がっていくと乳様突起の終わりの部分からこの部分に筋肉があります。こちらが強鎖乳突筋です。この強鎖乳突筋はどんどん前の方に徐々に下がっていき、最終的にこの鎖骨と胸骨あたりに付着していることが確認できます。それでは唾液腺の画像解剖を MRI の T2 強調画像の冠状段で確認していきたいと思います。こちら耳の穴外耳口がありますが、この耳の下の部分に T2 強調画像で高信号の構造物があります。こちらが耳下腺となります。ここからスライスを前に行き、下顎骨がここにありますが、この下顎骨の下の部分に同じく T2 強調画像で高信号の構造物があります。こちらが顎下腺です。このように唾液腺である耳下腺や顎下腺は
環状断で非常に観察しやすいです。続いて横断像で確認していくと、外耳孔がこの部分にあり、下に下がっていくと耳下腺が見分けられます。さらに下に下がっていくと、この部分にあるのが顎下腺となります。これら胸鎖乳突筋や唾液腺がプラークイメージングでの信号強度の基準となります。次の症例です。こちらは前回の動画で扱った境界領域拘束の方のプラークイメージングですけれども、この部分に狭窄があり、 T1 強調画像のブラックブラッド法でこの部分にある胸鎖乳突筋と比べて明らかに高信号のプラークがあります。 T2 強調画像でも同様に胸鎖乳突筋と比べて明らかな高信号です。こちらはプラーク内出血が疑われた方の症例でした。プラーク内出血、イントラプラークヘモリッジは非常に脳梗塞のリスクが高い病態です。プラーク表面の亀裂やプラーク内の血管新生の破綻によって生じます。メトヘモグルミンによる T1 短縮効果によって T1 強調画像で著名な高信号となります。T2 強調画像に関しては赤血球の状態により様々な信号強度をとります。破壊されていない赤血球の場合には T2 強調画像はこちらの症例のように低信号になり、溶解した赤血球に関しては T2 強調画像で高信号になります。また鎮球化した出血はヘモジデリンによりいずれのシーケンスでも低信号となる特徴があります。続いて石灰化病変について見ていきます。基本的には石灰化に関してはプラークの安定性に寄与するというふうに考えて良いです。プラークの破綻は非石灰化病変に多いという報告や、石灰化が高度であるほど脳卒中の頻度が低い、そして石灰化の進行がプラークの安定性に寄与する可能性があるなどの報告があります。しかしこちらの石灰化結節、カルシファイドノドゥルと呼ばれる病態には注意が必要です。こちらはファイブラスキャップ内、あるいはファイブラスキャップに接する石灰化を主導する結節であり、このように血管内腔に向かって突出するため物理的にプラークを破綻する可能性があり、このような石灰化結節に関しては脳梗塞に移行する可能性があります。石灰化の評価に関しては圧倒的に CT が分かりやすく、 MRI ではタイムオブフライト法、 T1 強調画像、プロトン密度強調画像、 T2 強調画像など全てのシーケンスで低信号となります。続いて CT でのプラークの評価について見ていきたいと思います。 CT では非常に先鋭度が高い画像を得ることができ、先ほど見た石灰化の評価に有用です。 MRI では全てのシーケンスで石灰化は低信号となりますが、そのように分析するよりも明瞭な高信号で描写される CT の方が明らかに石灰化の評価は簡単です。また CT 値によってある程度正常を分析することができ、脂肪は非常にCT 値が低く、石灰化は非常に CT 値が高いですので、 60HU 前後のプラークの場合には脂肪性プラーク、60から 130HU 程度の中間の場合には混合プラーク、 130HU 程度では石灰化プラークというふうに分類できます。また 0HU よりも小さいような非常に小さい CT 値を含む領域がある場合にはプラーク内出血の存在と関連するというふうに報告されており、 CT 値が低いほど危ないプラークというふうに分析することができます。それでは次の評価項目について見ていきたいと思います。こちらリピットリッチネクロティックコアの症例ですけれども、今度はこちらのタイムオブフライト法の MR アンギオグラフィーに着目していただき、こちらの画像について拡大してみると、血管内腔のこの高信号の周りに低信号の帯状の構造が見受けられることが分かりますでしょうか。このような血管内腔とプラークの間にある低信号の帯状構造のことを線維性被膜ファイブラスキャップと言い、今度はそちらの所見について見ていきたいと思います。プラークイメージングでは、プラークの内部正常だけではなく、線維性被膜、ファイブラスキャップを評価することが重要です。プラークと血管内腔の間に介在する線維組織で、内腔とプラークの間にあるタイムオブフライト法にて低信号、造影 T1 強調画像にて造影される帯状構造のことを言います。こちら、病理画像ですけれども、血管内腔とプラークの間にあるこのような線維性の被膜がファイブラスキャップで、このような内腔とプラークの間にある低信号の帯状構造として観察されます。この被膜についてしっかりと評価を行い、被膜が厚く連続した場合にはプラークの破綻がなく安定、被膜が薄いもしくは断裂している場合には不安定性を示唆する所見となります。ブラックブラッド法では内腔が無信号になってしまいますので、
低信号を示す被膜の厚さや断裂の有無を評価することは困難です。よってファイブラスキャップの評価は 3D のタイムオブフライト法の MR アンギオグラフィーで評価を行います。繊維性被膜の評価に関しては、定性的にインタクトシックファイブラスキャップ、インタクトシンファイブラスキャップ、ラプチャードファイブラスキャップに分類されます。インタクトシックファイブラスキャップに関しては、インタクトというのは無傷のという意味があり、シックというのは分厚いという意味ですので、無傷の分厚い繊維性被膜、つまり被膜が厚く連続した状態のことを言います。こちら文献からの症例ですけれども、血管内腔がここにあり、この周りに分厚い低信号の帯が明らかに観察されます。この部分がシックファイブラスキャップです。続いてインタクトシンファイブラスキャップですけれども、シンは薄いという意味があり、被膜が薄く連続した状態、画像上では帯状構造が欠損あるいは凸裂しているように見える状態です。こちら内腔があり、こちらほど分厚い低信号帯が見えない状態を言います。続いてラプチャーのファイブラスキャップですけれども、帯状構造の欠損凸裂に加えて内腔表面の不整、塗布法で観察すると内腔と連続する高信号がプラーク内に進展するように認められる像のことを言います。こちらが症例ですけれども、内腔があり、この部分に分厚い繊維性被膜が見受けられますけれども、こちらの部分が連続性が途切れ、そして内腔から連続して高信号体がこのように破綻している像が観察されます。ラプチャードという名前の通り、破綻した繊維性被膜のことを言います。一般的に右側に行くほど危険な状態を示唆し、こちらの症例ほど脳梗塞のリスクが高い状態と考えられます。続いてプラークの血管新生について見ていきたいと思います。通常造影検査を行った場合にはプラークには造影効果はありません。なぜかというと、血管の壁を栄養する血管というのは通常小児や若年成人にはありません。しかし血管の壁に炎症があった際には、その部分に新しい血管、新生血管ができ、造影効果を持つ場合があります。こちら造影前と造影後ですけれども、造影後にプラークの部分が染まっていることがわかります。こちらを血管新生と言います。プラークの増強の程度と血管新生の程度はプラークの炎症の程度と関連していると報告されています。また血管新生の存在はこれらの微小血管が破綻しやすいことから脆弱性の要素となり得ます。よってプラーク内出血となってプラークの進展を促進する因子となりますので、血管新生があるということは脳梗塞のリスクが高いということになります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は頸動脈狭窄症の画像診断のうちプラークイメージングについて扱いました。頸動脈狭窄症では脳梗塞や一過性脳虚血発作に移行するリスクがあり、そのリスク評価を行うことが重要です。狭窄率に関してはナシェット法が主に用いられ、 70% 以上が行動狭窄でした。しかし狭窄率だけではリスクを完全に評価することはできず、プラークの正常評価が重要でした。プラークには脳梗塞に移行しづらい安定プラークと移行しやすい不安定プラークがあり、安定プラークは繊維化、基質化、石灰化したい厚い被膜がありました。不安定プラークは脂質に飛む中心へし、出血、被膜の破綻、潰瘍形成、血管新生があるなどの特徴がありました。こちらは今回の動画で扱ったリピッドリッチネクローティックコア、プラーク内出血、石灰化、繊維性被膜について表にまとめましたけれども、T1 強調画像のブラックブラッド法で信号が高いほどリピッドリッチネクローティックコアやプラーク内出血など不安定な病態を含むこと、石灰化に関しては CT が高信号となり非常に評価しやすいこと、繊維性被膜に関してはタイムオブフライト法の MR アンギオグラフィーで低信号で病出し非常に見やすいことがポイントでした。 T1 強調画像のブラックブラッド法で信号が高いほど CT 値が低いほど不安定な傾向があります。プラークの正常評価に関してはブラックブラッド法で、繊維性被膜に関しては塗布法の MRA で評価するため、この二刀流でしっかりと診断することが重要です。また信号強度に関しては強さ乳突筋または唾液腺を基準に評価していきます。この二刀流で評価していきますので、ブラックブラッド法と塗布法の画像を全く同じ内面で再構成すると非常に比較読影しやすく、読影する医師に喜ばれると思いますので、我々法律技師がそのような気の利いた画像を再構成すると画像読影やリスク評価の役に立つと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。
動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。